主権政党13年9月15日は民の皇族。初代皇帝、主元章の十七男。母は幼妃。第三代皇帝、永楽三角の異母帝。号は千、漢後、探求先生。1391年に父から姉陽に封じられる。1393年に封国大姉に任命された。主元章没後。 県文帝のもとで、繁応削減政策が行われると、主権は8万の兵力を保持していたことから、警戒された。このため、成安や高校長らは主権を王天府に召喚しようとしたが、主権は拒否した。このため、県文帝によって、王位を剥奪された。永楽帝時代は、南章に移された。これは事実上の左遷であり、高広し帝に、 改め風を求めたが逆に怒りを買ったという。1448年に死去した。去年71。文化人として、著作、編纂が多く、著に、津岩博論がある。後衛に、画家の八大山人を輩出した。上木ヒップ家監守権の作品は、津岩博論、ネイ国義藩、家訓、文部、死父、死団、津岩博論、関東筆史、こと言も、 神木皮膚、ジャプ、ケイリンミヤビーン、カミイン、タイワセイオンプ、ショウメグミセイシュイワ、フショ先行機応手話、ヨハルヤスカンオウイワ、新島アサヤス機応手主、信ブトヨイタミ、慶応手話を、ありがとうございます。